さあ、今日はどうかな。ライブの入りとお客さんの入りはどうかな。今んとこ暇やね。ですね。はい、乾杯。乾杯っす。ああ、視聴者がいたわ。よかった。今日は、ウツボカズラの冬場の管理についてやっていこうと思います。乾杯。寒いんでね、ホットワイン飲んでますよ。まあ管理って言ってもね、そんなややこしいことはないんですけどね。特にうちのウツボカズラは、レディラックと、アラータなんで、どっちも育てやすい方ですね。基本的にこう寒い時期になると、この根元の方の根元に近い葉っぱから枯れ込んでいきますね。で、まあ最終的にちょっとでも残ったらそこからまた伸びてくるんですけど、まあ葉っぱ全部枯れてしまっても小株が来年の春からいっぱい出てきます。なので、そんなに難しいことはないのですけれども、なるべく葉っぱが枯れないような管理をしていきたいものです。で、冬場の管理と夏場の管理で一番違うのは、お湯で水やりをすることかなと思います。あ、これは今、ストーブの上で、熱々にしてたやかんです。こっちは、外に放置していた水です。外に放置しておく水はいいですね。日向水って言って、カルキも飛ぶし、植物に優しい水になりますね。やっぱりカルキは植物に悪いな。うん、ない方がいい。あ、そうなんですね。ない方がいい。あってもさほど問題はない。うん、基本的には問題ないけど、ない方が植物にとってはいいかな。もうちょっと熱くてもいいかな。寒いの苦手な植物は基本的にお湯で水やりすると喜びますね。50度までいけるらしいんですけれども、50度はちょっと僕は怖いので、お風呂ぐらいの温度で水やりすることにしています。さっき水やりしたとこなんですけど、もう一回します。全体にかける感じで水やりします。お湯やりします。もちろん土の方にもやりますけど、冬場はあんまり水を欲しがっていないので、全体的にお湯をかけて、まあ、土にももちろんかける感じで、びちゃびちゃでごめんね。いや、ワインに入りそうってんで。あと、こういう道具で、こういう元気な壺には、中にお湯を入れてあげます。まあ常温の水でも全然いいんですけどね。っていうのも、この捕虫器はその虫を溶かして栄養にする効果と、まあ同時に水もここから吸収するので、根っこの活動が弱くなってもこの捕虫器から水を吸収することができます。と、枯れた葉っぱはもう切っちゃってもいいです。下の方からね、枯れてるやつは切っていきます。その方が、根っこの負担にならない気がします。本当かどうかは知らないけれども。
蒸散がちょっと少なくなるから根っこの負担にならなくていいかなっていう気がするけど、もう枯れてるからあんまり意味がないのかなっていう気もしますね。でまあその作業をすると、あの枯れてる葉っぱと、あ、枯れてる壺と枯れてない壺の違いもよく分かってくるし、いいと思うんですよね。必ずこの下の方の葉っぱから枯れてくるので、これは問題ない枯れ方です。割と元気な葉っぱも切っちゃう。蒸散を少なくしたい。あとこの作業をする時のお楽しみが、あの壺の中にどんな虫がいるかなっていう。うぅ、いるねぇ。おもろ。あー、溶けた虫。いっぱいいますね。見えるか見えないか。見えないか。閲覧注意よ。溶けた虫がね、います。まあこんな枯れかけの壺はもう取ってってもいいので、その時に。枯れかけの壺からは栄養吸収されることはない、うん、うん、もう枯れてるからね、うん、微妙な壺もちょっと切っちゃった入ってるね、なんか 羽の残骸が見える感じが。枯れかけの葉っぱはもう根元から切っちゃいます。あまりところで虫は見ないですけど、そうね、おかげなのかな、なんてそれはあるかもね、もしかしたらね、よう働いてくれる従業員ですでは何年ぐらいの株ですか。え、これっていうコメントが、おう、3年ぐらいです。いや、うん、僕が買ってきて3年。でもこの今生えてる葉っぱは去年出てきた葉っぱばっかりです。もう1年でこれぐらいの葉っぱは茂りますよ。で、冬の間に一旦ほぼ全部枯れる感じで。葉っぱは結構生えてくるって言ってましたけど、うん、その被ってるんですけど、そのツボはそんなに生えてこないんですか。ツボも生えてくるよ。根っこが充実さえしてたら、あのツボも生えてくる。うん、葉っぱが出てきた先にツボがつくので、うん、結局根っこが充実してると葉っぱが充実してくるし、葉っぱが充実するとツボもついてくるということです。うん、で、葉先から枯れ込んでくるようにツボから先に茶色くなって。枯れてくる、こんな茶色くなって枯れてくる感じになりますね。俺、何年か前はこの壺の中にアシナガバチも入ってましたわ。アシナガバチ、アシナガバチ、それはあれですね、外に吊るしてた時に入ったってことですね、きっと。そう、いや基本的に夏場は外で管理するので。日照は大好きだけど、冬の時は日照よりも、気温を重視して管理した方がいいですね。でもやっぱり日に当てないと悪くなっちゃう感じなんですか。できればね、けど冬場家で管理してる時は日に当てることができないから、うん、葉っぱは枯れ込んでしまうのはしょうがないかな。暖房の風には弱いですか。暖房の風には弱いです。暖房はね、なるべく当たらない方がいいです。乾燥しちゃいますからね。だからうちは暖房はストーブです。湿度が上がるので。さっき 70% 欲しいって言ってました。 70% 欲しい、そうそう、湿度 70% 欲しいです。冬なのにでもまあ、人も過ごしやすいと思うんですね。湿度が高い方が、特に冬場なんでね。こういう、つる同士が絡まりますね。つぼ同士がよう絡まりますわ。左右、種類は違います。こっちが、
レディラックで、こっちがアラータです。どっちも寒さにも強い品種ですね。あらかた整理できたかな。すっきりしましたね。すっきりしたよ。まあ枯れた葉っぱがあるとね、見栄えも良くないしね。そうですね。それはそれでっていう感じはあるんですか。まあまあその味わいはあるけどね。はい、こんな感じで、だいぶすっきりさせました。すると生きてる壺がわかるので、その生きてる壺に、こういう生きてる壺にお湯を入れときます。水を入れとくと葉っぱも株自体も長持ちしていきます。まあ簡単ですけど、そういったところです。じゃあありがとうございます。